ゆうこさん、もう勘弁してください。あのデニムは限定品なんです。多くのお客様に買っていただくために購入制限をつけてるのに。は？一人二着まででしょ？ちゃんと購入制限は守ってるじゃない。いや、でも15人グループで来られてますよね。これじゃあ30着は独占されちゃうじゃないですか。それどころか、何度も何度も並び直しをされてますよね。はぁ？並び直しをしてる証拠でもあんの？服を着替えてマスクをしたりサングラスをかけたりしたってバレバレですよ。並び直しは禁止ですとはっきり伝えてありますよね。だから、証拠はあんの？ええ、レジの後ろにカメラがありますからそこに映ってます。でも、防犯カメラの洗い画質じゃ、服装の違うマスクをした人間を同一人物だと証明するのは難しいんじゃない？ま、そもそも並び直しなんかしてないけどね。あのさ、私たちはちゃんとルールを守って買ってるのにさ、わざわざ連絡してきて文句言ってくるなんて、お店としてどうなの？だって、あのデニムは限定200着なのに、在庫の半分以上をゆうこさんの転売グループが買い占めたんですよ。だから、証拠なんて何もないんでしょ？ああ、妙な言いがかりつけられちゃったな。こりゃ、ネットで拡散しないと、他の人たちが被害に遭わないためにもね。やめてください。やめてほしいの？じゃあ私に謝罪して、妙な言いがかりをつけてすみませんでしたって。ほら早く。言いがかりをつけてすみませんでした。さあ、謝るなら最初から言ってくんなっつーの。じゃあ次の限定品も楽しみにしてるよ。店長、お疲れ様です。今日いろいろ大変でしたね。大丈夫ですか？ええ、大丈夫。いつものことだから。でも今回の限定品はちゃんと購入制限も設けたのに、いくら制限を破ってないとはいえ、あれはやりすぎでしょ。うん、そうなんだけど、でも一応お客さんだし、それに逆らったらネットで拡散するって。本当に汚い連中ですね。許せません。いいの、また次から制限を徹底して販売するから。そうしたって連中はまた裏を書いて買いに来るに決まってます。何か作戦を。ダメ、他のお客さんを巻き込むことになってしまうから。高田くんが腹を立ててくれるのは嬉しいけど、私に考えがあるから任せてほしい。考えって？実は来月、あるバンドのサイン入り T シャツを限定販売するの。50着限定でね。え、そうだったんですか？知りませんでした。一般向けには公開されてない情報だから、まだ内緒だよ。それで、最初の50着はサイン入りなんだけど、その後に入荷するものはサインなしなの。へぇ、じゃあより争奪戦になりそうですね。でも50着だとしたら、転売グループがすぐに買い占めちゃうんじゃ。私のお店からはサイン入りの50着の販売については告知をしないことにするの。バンド側の告知だけに任せる。そうすれば。なるほど。元からバンドを追っかけてる人にしか情報が届かないってわけですか。ええ、転売グループはあくまでも販売店からの告知で情報を得ているから。確かに。それならサイン入りの50着はグループには行き届かないで済むかも。すごくいい考えですね。どうして今までそうしなかったんですか？実は、ずっと前からこうしたかったんだけど、やっぱり告知をせずに商品が売れ残っちゃうリスクが怖かったの。今回のデニムだって200着の在庫を抱えてたからね。確かに。結果的には大人気に終わりましたけど、結果論ですもんね。でも次の T シャツは限定50着。きっとすぐに履けると思うわ。それに、バンド側の告知から来る人に一番売ってあげたいしね。ええ、そのバンドを常に追っかけてるファンの方たちですもんね。いやー、ちょっと安心しました。レイコさん、すっかり意気消沈してるんじゃないかって心配でしたから。大丈夫。私だって、あんな転売グループなんかに負けないわよ。本当に商品が欲しくて来てくれるお客さんのためにも、私が頑張らないとね。僕も協力します。一緒に頑張りましょう。うん、よろしくね。レイコさん、そちらで有名バンドの限定 T シャツを販売しているそうね。どうして告知をしなかったの？もしかして、私たちに来させないため？別にそんなつもりはありませんよ。あくまで経営戦略です。ああ、そう。それにしても随分な行列ができているみたいね。はい、今日が発売日でしたから。おかげさまで今日の分は完売しました。まだ在庫はあるのよね？ええ、T シャツの在庫はありますよ。よしよし。じゃあその限定の T シャツ、あれ全部買うわ。転売したら超儲かるから、100万円分、他の誰にも売るなよ。どうなっても知らないよ。黙ってよこせ。ああ、もし断るなら、ネットで拡散してやるからね。はい、はい。いやー、いい買い物したわ。100万円分で200着。4倍の値段で転売すれば相当な儲けね。ええ、せいぜい儲けられるといいですね。よかったら、あんたにも教えてあげようか。あんな小さい店でケチな商売してたって、儲かるものも儲からないわよ。
私はお客さんのことを考えて適正価格でしか販売しません。自分たちで買い占めて相場を上げるようなやり方、ヘドが出ますよ。ずいぶん言ってくれるじゃない。あのね、たとえ4倍の値段でも欲しいと思う人がいるの。私たちはただ売ってるだけ。無理やり買わせてるわけじゃないのに何が悪いの？あんたらが買い占めたりしなきゃ、その人たちは適正価格で手に入れられたんです。開き直るのもいい加減にしてください。はい、はい。ま、せいぜい吠えてなさい。そうやって綺麗事ばかり言って、雑魚い商売でも続けてればいいわ。雑魚はどっちだよ。ねえ。どうなってるの？あの T シャツ全然売れないんだけど。そんなこと言われたって知りませんよ。おかしいわ。だって発売日にはあんなに行列ができてたのに、今はもう定価同然の値段で出品してるのに、それでも売れない。一体どうなってるの？訳を説明して。ゆうこさんたちが買い占めていったのはサインの入ってない T シャツだからだと思います。あの T シャツは発売日に50着限定で直筆サイン入りの T シャツを販売していたんです。だからあんなに行列ができていたんですよ。は？え？じゃあ私たちが買ったこれは？それはその後に一般発売された通常デザインの T シャツです。バンドの公式オンラインショップでも販売されてますし、今いろんなお店で並んでますよ。わざわざ高い値段でネットフリマで買う人なんていないでしょ。なんなのよそれ。そんなの詐欺じゃない。詐欺？何のことですか？私はただショップとして商品を売っただけですよ。勝手に100万円分も買っていったのはそっちでしょ。いや、だって、ちょっと待って。こんなに在庫が残っちゃって、一体どうすればいいのよ。せっかく200着も買ったんですから、着ればいいじゃないですか。200着もあれば一生着れますよ。よかったですね。ふざけないで。こんな知らないバンドの T シャツなんか誰が着るか。そうだわ。返品だわ。これ全部返品する。恐れ入りますが、購入から1週間が経過している上、一度ネットフリマに出品されたとなると、さすがに返金できかねます。そんなの納得いかないわ。あんたクーリングオフって知らないの？もちろん知ってますよ。ですが、クーリングオフ制度は、店舗で購入した商品については適用されません。返金対応というのは、あくまでも店側のサービスですので、応じる義務はありません。じゃあどうすれば。残念ですが諦めてください。いつもの罰が当たったんですよ。あんた、店の悪い噂をネットに拡散されてもいいのね。どういう意味ですか？もしあんたが返金に応じないというのなら、我々グループ総出であの店の悪評をネットに流しまくってやるから。本当に汚いですね。でもいいですよ、勝手にしてください。私は脅しなんかに屈しませんから。いい度胸じゃない。遠慮なくそうさせてもらうわ。高田くん、出番よ。あの店を潰すの。あなたも内部から協力して。え、ついにやるんですか？本当にいいんですか？だってこの件に関しては、玲子さんに非がないと思うんですが。そんなの関係ないわ。あの女が私に従わないから悪いのよ。じゃあまずはあの女の顔写真が欲しいわ。こっそり撮って送ってちょうだい。何に使うんです？店の名前と一緒に顔を晒してやるのよ。客を騙して金を巻き上げてる最低の女だってね。そうですか。それは確かに最低ですね。ちなみにこの作戦はグループの他のメンバーたちも同意の上なんですよね。当たり前でしょ？全員この女のせいで大損したのよ。あなたもグループの一員なら協力して。今証拠のスクリーンショットを撮らせていただきました。え？ゆうこさん率いる転売グループが返金に応じなかったお店を不当に晒し上げようとしている証拠です。残念ですが僕が先にこのスクショを拡散させていただきます。ちょっと待って、あなた何を言ってるの？だって高田くんは私たちの味方でしょ？グループに入りたいってそう言ってくれたじゃない。誰がお前らなんかの味方するかよ。俺がグループに入りたいって言ったのは、お前らの理不尽な攻撃から店を守るためだ。私たちを騙したのね。玲子さんがお前らに脅されてるって聞いて、いても立ってもいられなかったんだ。彼女はきっと反対すると思って勝手に独断で動いちゃったけど、でもおかげでお前らを潰す証拠が手に入った。ねえ、ちょっと待って。わかった、もう返金は望まないから、ネットに晒すのは勘弁して。遅いよ、もうとっくに拡散済みだ。え？お前らもう終わりだな。これまでいろんな人間に迷惑をかけてきた分、きっちり反省しろ。そんな。わかった、謝るから。だから許して。謝るなら俺にじゃなくて玲子さんに謝るんだな。これまで散々悔しい思いをしてきたのは玲子さんだ。今すぐに土下座しに行け。わかった。ねえ玲子さん、本当にごめんなさい。私たちが悪かったわ。今から土下座しに行くから、だから許して、お願い。はい？急にどうしたんです？私のことをネットで晒すんじゃないんですか？もうそんなことしない。だから許して。そうじゃないと私が大変なことになるの。はぁ、あ、
いまいち状況がよくわかりませんが、ゆうこさんに言いたいことがあります。た、謝るなら最初からやってくんなっつーの。その後、ゆうこさん率いる転売グループはネットで大炎上。ゆうこさんやその他のメンバーたちの一部は顔写真や本名まで特定され、グループは解散を余儀なくされ、全員が転売行為から足を洗ったそうです。特にゆうこさんはこの一件が原因で旦那さんと離婚、親権も取られてしまい、すべてを失った彼女の手元に残ったのは大量の T シャツだけ。100万の損失に加え、もろもろの支払いがかさみ、彼女は今借金まみれになっているそう。今は住む家もなく、得意の転売をしようにも手元が全くない状態だそうで、一体どうやって生きているのか全く想像もつきません。ちなみに高田くんは勝手な行動をして申し訳ありませんと私に謝罪してきました。まさかグループに潜入していただなんて知らなかったので驚きましたが、彼のおかげでグループを壊滅させることができたので賞金を約束してあげました。これからもその持ち前の正義感で困ってる人を助けてあげてほしいですよね。